3号突撃砲。3号突撃砲は第二次世界大戦中にドイツで開発された突撃砲。正式番号は SDKFZ142 または142-13号戦車を流用した突撃砲である。突撃砲は第二次世界大戦中のドイツにおける主力装甲戦闘車両の一つである。当初は 不評戦闘を直接支援する走行車両として設計され、3号戦車の車台を流用して製造された。不評に随反して進撃し、敵の防御拠点を直接標準射撃で撃破することを目的とする兵器であるため、所属は戦車部隊ではなく砲兵化に属する。終戦までに派生型などを含め、約1万500両が製造されたが、これは第二次世界大戦で、 ドイツが製造した装甲戦闘車両中最大の生産数である。戦車と突撃砲の決定的な相違は、機動戦闘の任務に用いるか否かであった。突撃砲が狭い社会で攻撃範囲を制限されるのに比べ、戦車は回転式の砲塔を持ち、全周囲に対する砲の思考を行いながらの軌道が可能であるため、目標を迂回しながら突破しつつ、 攻撃を仕掛けることができた。しかし突撃法は、この種の機動攻撃には不適であり、不評の支援、剣人地への攻撃、敵戦車に対する防御戦闘に投入された。直接援護されることが多い不評の側から見れば、陣地攻撃の支援から、対戦車戦闘までこなす突撃法は常に頼もしい存在であった。対戦中期以降は、不評の最大の脅威が、 残豪や統治下から戦車へと対象が変化したことから、突撃砲もそれに習うことになる。後期型は長方針の 75mm 砲を搭載し、対戦車砲として運用された。全面走行圧は 80mm に強化され、敵の主力戦車を 1000m 以上の距離から撃破することができた。特に東部戦線では T-34 から不評を守る最強の盾として信頼され、 親しまれている。東部戦線に限らず、対戦後半のドイツ軍は主勢に回らざるを得ない場面が多く、図らずも突撃砲の投入条件に適していた。突撃砲開発の発端は、エーリッヒ・ォンマンシュタイン大佐、当時が1935年に、新生ドイツ陸軍参謀本部に配属された際、不評志願に直射火力を付与するための突撃砲兵を、 ルートブヒベック上級大賞に提案したことである。こういった経緯から、1936年6月15日に、ダイムラーベンツ社は 75mm 砲を搭載した、不評支援走行車両の開発命令を受領した。搭載砲は左右の車格を少なくとも25度は取れること、乗員を保護するために、上部構造の前面を走行付きの完全密閉型、車両の高さは、 当時のドイツ人男性の平均身長を超えないことなどが急された。ダイムラー・ベンツ社は、その時点で直近に製造されていたスリー戦車の車台と装甲、喧嘩装置を使用して開発を行った。試作車の製造はアルケット社が引き継ぎ、1937年には O シリーズ手通具として、スリー戦車、オースフ、B をベースにした試作車両5両が製造された。 これは難航による上部構造を持ち、クルップ射程の単方針 75mm 砲、スタームコノン 37L24 を搭載していた。1940年から量産が開始されるが、当初は単にシュトゥーグと呼ばれ、名称にスリーは付いていなかった。この突撃砲は台風評の近接戦闘支援を目的としていたので、 初期のモデルは低初速の 7.5cm ストック 37L24 と榴弾を搭載していたが、後に、ドイツ軍がソビエトの T-34 に直面するにあたり、高初速の 7.5cm ストック 40L43、1942年春頃、または 7.5cm ストック 40L48 の超方針砲を搭載するようになった。この頃、後に、 戦車兵のエースとして知られることになるミハイル・ビンマンは、スリー号突撃砲1両で6両の T-34 を撃破する戦果を挙げている。1943年、砲号戦車をベースにした砲号突撃砲が開発されると、この車両はスリー号突撃砲と呼ばれるようになった。G 型からは、 台風表対策として棒立て付きの 7.92mmMG34 機関銃を車体上部に取り付けた。後には車内から遠隔操作可能なタイプに変更されたが、生産が間に合わず未装備で前線に送られたものもあった。また後期には手法と同軸に MG34 を装備した車両もあった。1944年、フィンランドは継続戦争。 第二次ソ連フィンランド戦争を用として59両のスリーゴー突撃砲を受領した。戦闘において8両のスリーゴー突撃砲が喪失、内視行動不能に伴う乗員による行き処理となったが、その間に少なくとも87両のソビエト軍戦車を撃破している。戦後、残存したスリーゴー突撃砲はフィンランド軍の主力戦車に組み入れ得られた。また、 チェコスロバキアは接収し装備していたスリー号突撃砲をシリアに売却した。これらは1967年の第三次中東戦争まで使われ続けている。スリー号突撃砲は基本的にスリー号戦車の車体をベースに作られているが、砲号戦車の喧嘩装置を応用したものも20両のみ製造されている。この試みは野戦修理を簡易にするためであったが、 うまくいかず、このモデルは、キャンセルされた。1942年、手砲を 10.5cm 榴弾砲に換装する、ことが提案され、10.5cm 突撃榴弾砲42が、不評支援用途のため、3号突撃砲、K8 型と G 型をもとに量産された。スト四4 2は 10.5cm ル、FH-18 系榴弾砲を搭載。 これを電気着火式に回収し、マズルブレーキが取り付けられた。後期のモデルは主に3号突撃砲 g 型の車台から製造されたが、同様に、K8 型と F 型の車台も使用された。マズルブレーキは1944年末から省略された。なお、右の写真のドイツのジンスハイム交通技術博物館に展示されるスタームハウビゼ42は、 被弾により破壊された3号戦車の車体を戦後に、博物館ですと42に作り直したものと考えられる。1943年、重量の3号突撃砲が、手砲の代わりに火炎放射器を取り付けられ、シュトゥーグ、アイ火炎放射戦車とされた。これらの車体は、製造時点で買い方とほぼ同等のレベルに、乾燥されている。戦闘で使用されたという記録はなく、 全ての車両は1944年に製造当時の状態まで戻され、3号突撃砲 g 型に再回収された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。